はい、はい、はい、今季初の10連勝を目指してリアタイやっていきたいと思います。それでは行きましょう。今回、10連勝ってことなんですけど、何気にね全然連勝僕はできなくて、初めて、10連勝を、リーチかかった試合ということになりますね。はい、改めて全然勝ててなかったんだなっていうのをね、痛感しましたけども、で打率もね今4割並ぶ8厘くらいまで上がったんですけど、これも何気に今までのプロスピ人生の中で一番打率が高いですね。更新しております。はい、マックスでも今まで4割6分くらいだったんですけども、まさかね気づいたらなんか4割並ぶ8厘、自分がねめっちゃびっくりしてるんですけども、うん、じゃあね、言っても1ヶ月前くらいまでは3割4分くらいだったんですよ。そうで、この1ヶ月の間で、1割以上上げたことになるんですけども、まあ名人ランクに上がってから調子が良くなったかなっていうのもあるっちゃあるんですけども、どうやって 1割以上を上げたかなって今からやっぱ振り返ってみると、一番はやっぱりねリアタイの数を、めちゃくちゃこなしたっていうのがやっぱり打率が上がった一番の要因かなって思いますね。うん、やっぱりやっていく中で試合の、ね、感覚だったりこのスピードの感覚みたいなものは養ったかなと思います。やっぱり有名ね YouTuber モサの方が言ってましたけど、どうやったら上手くなれるんですかっていう問いに対して、数をとにかくこなすことだって言ってたんで、まあ、その通りだなってちょっと今思いながらね、日々リアタイをやっている感じでございますね。で皆さんはどうでしょうか、リアタイやってますでしょうかね。やっぱりね3日4日やらないと感覚が狂うんで、なるべく毎日やった方がいいかなって思いましたね。ということで10連勝ありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。リアタイ最高。